おはようございます。モテ工作美空研究所、今日は令和5年1月7日でございます。皆様いかが お過ごしでしょうか。砂塚森田さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。森本善くん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直くん、おはようございます。昨日はなんか全員集合っていうぐらいですか、めっちゃ上がっててどれから聞こうかなっていうぐらい上がってたんですけど、ここはね、僕はあの年下を贔屓すると決めているので、あの善くん、直くん、周平友人の順なんですか、年齢からすると。いつもありがとうございます。もうちょっとあの、ただちょっと一言だけ言っとくと、先にね、友人さんのだけはね、先に言っとくと、本当にありがとうございます。友人さん、おはようございますもう単純に俺はね、ああいう放送ね聞いた時に、恥ずかしいとか一切ないです。あ、おはようございます。砂塚さん、お久しぶりです。めっちゃ何回も聞きます素直に素直に受け取りますので、ありがとうございます。まあ、モテ作をですね絶賛していただくという15分間友人さんがね、ありがたいですよ。お正月一発目のおめでたい放送としてですね、サロンオーナーのモテ作を、ここいいぜっていうことをですね15分間語っていただくというですね、なかなかないんじゃないですかいろんなサロンあるんでしょうけれども、サロンメンバーさんがサロンオーナーのここ素敵だわっていうのを15分音声で語るというね、いやーやっぱり単純に褒められて嬉しいのもあるんですけども、そこ気づいてなかったな、口癖とかね、でも後でゆっくりしゃべります終わりに撮っときたいんで。で、まあ、直くんも2本あげてたりとか、周平さんもお久しぶりでしたけどホテルの話とかね、すげえわかるわと思ったけど、後にします。やっぱりね、善くんからですよ。善くんがね、俺のスタイフの放送の入りを昨日はね真似してくれたんですよ。走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木耕作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳の身盛りですと毎日言ってるんですけど、まあそれをね、さすがにパクるには長すぎたんでしょうねちょっと確かにあれはパッと一発聞いただけでパクるにはなかなか難易度高いですよね。なぜなら僕は一番最初に原稿書いてるからですね。スタイフ始めた1年半ぐらい前なんですけど、もっと前かな、1年、まあでもそうなのかな、1年半ぐらい前に始めた時に、入りだけは決めとこうと思って原稿を書いたんですよ。原稿って言ってもその iPhone のメモアプリに、こうやって言おうみたいな。でそれを読み上げてたんです、本当に最初の頃はね。だからまあ1ヶ月ぐらいでもしたら、まあ短い歌みたいなもんだから、そのうち言えるようになってきてっていう感じですね。でそれはあの形式にした理由があって、元ネタはキングコングの西野昭弘のボイシーですね。でまあ新しいこと始めるにあたって、
なんていうか内容は真似できないんだけど、フレームっていうか入りの頭の自己紹介ぐらいは真似できるなと思って、でじゃあ真似するとしたら当然その分野におけるトップランナーを真似するっていう、まあ、だから陸上始めるんだったらウサインボルトとかそういうことです。だからボイシーで音声配信をやってみよう、誰でもできるからっつってスタートするにはなって、中身はともかく何でもいいけれども入りだけ誰かを真似するとしたら誰かなっつったらもう西野昭弘しかないと。で彼がいつ普段何言ってるかというと、ともキングコングの西野昭弘です。普段はお笑い芸人をしたり絵本作家をしたり、オンライン国内最大のオンラインサロン西野昭弘エンタメ研究所の運営をしたりしておりますって言ってるんですね。で当てはめると自分がやっている実際のことはまあこれとこれとこれかなっていう、今よく考えたらですね、学会を運営したりしているっていうよりも最近始めた茂木耕作海空研究所の運営をしておりますって言った方が良さそうですねせっかくやってるからその方がいいかもねって思ったわ、今思った。まあでもそんな感じで、トップランナーからは真似するっていう、まあ、まずそのなんだろうな、子供の頃を身近な人から真似していくっていう、お母さんとかお父さんとか、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃん同級生、上級生先生あるいはコーチ、っていう風に真似していくんですよ。これはなんか自然にやっていくことだと思うんですよ。でまあそういう中でも特にあの人いいなみたいななった時に、どうももしもし聞こえますでしょうか、中村周平ですを真似してみたりっていう風になっていくんですよね。で簡単そうなところから入るし、真似できそうなものをどんどん真似していくっていう、それで自分の武器が増えるっていうか、何の役に立つか立たないかよりも面白いから多分やっていくんだと思うんですよね。でまあある程度こう来たらどうなんでしょうね、例えばかなとくんとかね、走る学校のかなとくんとか、めちゃくちゃスプリントフォーム綺麗だよねと、なんでなんですかって、お父さんも陸上やってたからお父さんの真似をしたんですかねってお父さん聞いたことあるんですけど、お父さんの真似をする前からウサイン・ボルト選手の映像に釘付けになってて延々一日中見てたって言ってたんですよ。だから綺麗なのねっていう、そういうことってね、多分目で見てやりたくなっちゃって真似しているっていうのを繰り返しているものが結局いわゆるなんていうか遺伝子ではないけどもおおむね先天的と周りから見られそうな能力として自然に身についていくっていう努力ではなくてね、気づいたら真似しちゃってて、それが当たり前だと思い込んでいるというものに吸収されていくっていうか、まあ、だから環境が大事とか何を周辺誰と付き合うかが大事とか、まあ、そういうことでもあると思うんですけど、なんかそんな感じですね。まあ、だから、まあ、僕の場合は大人の45歳になってから音声配信を始めたから、まあ、そこから意図的に何かをスタートするんだったらトップランナーから少しでもエッセンスをみたいな感じでまあパクったっていう、パクった、うん、まあフレームをいただいてる感じですね。でも僕はそれこそ最初始めた時は走りの学校の広告宣伝として、まあ例えば畑山真由美先生の練習会に人が集まったらいいなとか、リカルドさんが今度やるイベントにとかね、なんかその一つ一つ戸川くんのアスリート練習会に人が集まったらいいなみたいな、その具体的に推したいものがあったので、
その広告を入れるにあたって、いきなり広告するなよってなると思うから、まあ何者だよっていうのをまず言った上で、っていうのまあそういう意味ですね。だから毎回毎回自己紹介を入れているという。今思うと今の放送に対してはあそこまで毎回毎回自己紹介いらないなという気もしますが、癖でずっとやってますけど、まあ、聞いてる方からするともう知ってるようなのでまあ全然いいんですけどね。今の放送にはいらないわ、なんか自己紹介をしてるっちゃしてるかもしれないけど、まあ最初の意図としてはそういう感じですね。広告枠、ご紹介、こういうのがありますよっていうご紹介を冒頭に入れてたんですよ。でそれの前に、何者だよはちゃんと毎回言った方がいいなと思って、あの自己紹介をしていた。でその後で、まあ広告だけで終わったら面白くないから、何かしら今日はこういうことを勉強したよとかっていうのを付け加えるようにしてて、でいつしかまあ広告はもういいかなと思って広告やめて、日々、自分が気になったこと、学んだこと、トレーニングしたこととかっていう体験談をこう喋るようになっていったっていう、で今に至るという感じですね。でそうだからなんかマネするときに、まず一番入りのマネしやすいところはね、マネするのはすごくいいよね。だからいろんな人もマネしてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、でマネしてみた後で、まあ、ついけどこれなんでこんな風にやってんだろうって多分ね前くん言ってたんだけど、すごいからっていう風にも言ってくれてたんだけどさ、そうする理由があったんですよ。そうする理由があったっていうか、文脈というか流れというか、でもう一歩行くと、だからなんでそうしなきゃいけなかったんだろうなって想像すると、これを毎回練習してでも原稿をわざわざ書いてでも言った方がいい文脈になってこれに至るんだなっていうところまで知ると、なんていうか想像力が広がるかもねっていう、まあ、だから善くんがまあ、まんまそのフレームをパクって真似するとしたらどうなるか分かんないけど、今んところ善くんの放送内容に対してはあんまりあそこまで言わなくても大丈夫ですよね。善くんが言うとするとどうなんですか。どうもオンラインスクール生の森本善ですと、普段は大阪府の小学4年生として森本家の長男として、花丸学習会で一生懸命勉強したり、陸上クラブで短距離走や駅伝を頑張っている小学4年生10歳伸び盛りですみたいな感じですかね。例えばまあ何でもいいんですよ。でもそれを1回はこれだけ長いと多分アドリブでは無理なんで、1回原稿を作ってですね、1ヶ月ぐらいは繰り返しそれを読み上げる練習をしないとスルスルとは言えないんじゃないかな、さすがの禅でも。そういうことです。そういうことです。はい、禅が昨日話した話はね、上級生の話とかもうめちゃくちゃ面白かったんですけど、上級生の男子と女子の落差の話ね、男子がもうふざけんなっていう、その横暴な6年生の男子に、ふざけんなって思ったんだけど、そこへ颯爽と現れた6年生の女子が大人の対応をして味方してくれて、はあ素晴らしいってなったんだけど、よく考えたら俺も男子だから、なんで男子はとか言っちゃったけど、俺も6年生になったらあんな感じになっちゃうんじゃねえかみたいなことを言ってて、すげえ冷静やなと。多分なるよみたいな。すげえ笑っちゃった。面白かったね。でもなんかその場ではカチンときたこととかを感情的になるとかっていうのは別に抑えるようなことじゃないと思うんですよね。自然なことなんで。
けどこう、数時間経った後にちょっと冷静に振り返ると喋ってるうちに、そっか俺にもこういうとこあるなとか、あの本当に素晴らしかったのはあの人だかなとか、あのあって整理する力っていうのは本当に他のことで身につくかなっていうぐらい、禅の日常を喋るっていうのは本当に価値あるよね。彼にとって本当にいいことだなと思いますし、まあ聞いてるこっちも感服するしかないよね、あのメタ認知能力はね大人になってもできませんよってみんな思ってますよ。あれ聞いてるね、2、30人が聞いてるんでしょうけど、こいつすげえなって後半みんな思ってると思いますね。いや本当にあのまず真似されるっていうのは非常に嬉しいとで、ただあの文脈上表面をパクるには向いてない、あの僕のね入りの場合はあのすんげえ長文なんで、あのパクるんだったら、パクリアンだったら周平さんとか友人さんのやつの方がいいかなっていうねはい。で奈緒くんね、奈緒くんは、まあ、明日の朝か、楽しみですね。あのやりますけど、奈緒の自叙伝の第1回対談収録というかやりますけど、まあ、もう彼自身で一人でできることにはあの自分なりに動き出してということですよね。あの自分の思考回路についてまとめたり、まあコーチングとか指導に関わるようなことで、一緒につながれ、その興味が重なってつながれる人と一緒に声をかけて、で本を読んでいこうっていう、すごくシンプルなんだけど、あれは 本読みコミュニティを作るっていうところから立て付けにするのはすごく俺正しいなと思いましたね。あのコーチングのコミュニティを立ち上げるっていう風に外側の看板を立て付けるとちょっとハードル高くなるよね。自分に対してもそうだし、入ってくる新規参加者にしてもハードル高くなる気がしたんだよね。それよりはやっぱりそう、本一緒に読もうぜって声かける方がいいね。なんかやることがシンプルだし、結果その本をきっかけにコーチングの話にどんどんなっていくだろうなってすごくイメージが湧いたし、ああなるほどと。1月6日のすごくおめ、なんだっけ、いろいろおめでたい日なんですね。なんか僕知らなかったけどあのなるほどなと、すごくイメージ湧きましたね。奈緒くんが何をしたいのかっていうのが、あとまあだからもしオンラインサロンの運営としてそれをあのやりくりしていくとすれば、ああすごいなんていうか声もかけやすいなとも思ったし、直接ねもうすでに知り合いにドブ板営業で、営業っつうかその声をかけてる、一緒にやろうぜって、まあ、だからサークルの立ち上げと一緒なんですよね、オンラインサロンをやるっていうのは。あのまあ運営していくにあたって最低限のこうなんていうか会費みたいな、部費会費みたいのを取るけれども、あのでまだ立ち上げの感じとして立ち回りいろいろなんだろうな、めんどくさいことは俺がやるから、一応全員一律に会費取るよっていうぐらいの感じじゃないですか、部活とかサークルとかあれと一緒なんだよね、オンラインサロンをもしやるとしたら、でまあその近場で会える人も多そうだから直接声かけてるってこと、それでいくとすごいなんか奈緒くんがやることのスタートラインがすごく見えるし面白いなと思いましたね。明日が本当に楽しみでございます。そして
周平さん周平さんはとてもいいかあのホテルのホテルのねシャワー室の問題ね、どうでもいいかないやーまあすっげえわかるけど、めちゃくちゃわかるなと思ったけど、触れるほどでもない話っていうこれレスポンス返すほどでもない話っていうただめちゃくちゃわかります。あとその周平さんがあの出張ね長く行くお仕事なんで、やっぱり何を大事にするかとかっていうのはああいうのを通じてわかりますよね。でそれはすごくいいと思うんだよね。なんかシャワー室でそうなんて、まあすごい上級浮かばし、それ自体はそのものは本当もう どうでもいいっちゃどうでもいい話なんだけど、まあ今周平さんがどういう状態で、お仕事上を本当はこういうことを大事にしていて、でなぜならそれを大事にする背景としてはこういうことがあるからっていう、その整理が結構話されていたじゃないですか。何を大事にしているかっていうのはなんとなく本人にとっても、まあ、なんていうか無意識にこだわっているようで、実は喋ってみたらそれなぜならこうだからって言おうとしてみた時に初めて言語化されるみたいな、あそうだったんだみたいなところもあると思うんだよね、うん、そういうのもあるし、もう本当に言語化されて理詰めでこれが絶対あるからそれに備えて俺はこれを大事にしていてっていう、あ、清水さんおはようございます、本当にロジックがちゃんと固まった上で大事にしていることっていうのと、無意識になんとなく大事にしてて、それの背景としてなぜなんだろうな、やっぱり理由があったなって後から気づくパターンと両方あると思うんですけど、喋ってると本当に両方が整理されていくんだろうねっていうのは感じたかな。いやでもなんか本当に話題としてはどうでもよかったんだけど、そこを感じ取れるような聞き方をすると割と深い話してましたよそういう意味ではね、うん、だからなんかいい話しようとしなくても結果聞き手に聞き手は何を受け取るかこう結構自由だから、聞き手がその勝手に広げていい解釈をしてくれるパターンがあると思うんですよね。だからその喋りにおいてはもじもじでもどうでもよくても何の役に立つかは意図しなくても残した方がいいっていう典型的な回だったんじゃないですかね、うん、特になんかそのこの考えを主張したいとかこれを学んだから役に立つと思うんでとかっていう回じゃなくてもすっごくいい回だったんじゃないですかね。で、ユージンさんの話ねこれが言いたかったんですけど、めちゃくちゃ嬉しいね、これもそうなんですけど、ユージンさんにめちゃくちゃ褒めちぎられたわけですよ、私昨日ね、15分ほどサロンメンバーさんに、オーナーとして褒めちぎられることほどありがたいことはないですよ。してほしいことといえば、まあ、それトップに当然来ますよだから一生あれを聞き続けます。何かあったらあれを聞いて持ちこたえるっていうもう一生しがみますねこの後ねああいうの集めていこうかな。トロフィーとかさ、賞状とかさ、そういうのってさ、上がったり下がったりのこう人生において下がった時に自分を支えるために飾ってあるんだよ多分分かんないけど、誇るために、
ってあるんじゃないんですよ、多分。で、調子いい時は飾ってあっても別に何とも思わないんですよ。まあ僕はあんまり症状とかないんだけど、トロフィーとか、あまりそれを受け取る人生ではなかったんですけど、下がった時に、張って見た時に、大丈夫だ、まだいけると。あの時思い出せっていうことなんじゃないかなっていう。で、それは、紙だったり、形ある、目に見えるものが普通多いと思うんだけど、耳で聞くもの、これはむしろ強力な可能性があって、まあ今は特になんかその下がったりしませんけど、まあ、もし仮にね、この後苦しい状況になった時に、ユージンさんの放送をね、繰り返し聞くとですね、大丈夫だと、お前には想像力があるみたいな、相手を思う想像力があるんだと、まあ共感力はないのだがそんな風に使おうかなと思っております。トロフィーのように飾れる、どこだからブックマークしとけばいいんでしょうね。苦しくなったらここを見ようみたいな、リストの中に入れればいいんだと。苦しくなったら手のひらを見ろって、スラムダンクでは名シーンがあるんですけどその手のひらにはマネージャーさんがマネージャーさんがナンバーワンガードって書いてくれたその文字が書いてあるから、本当に苦しい時こそマネージャー、自分の好きなマネージャーが手のひらにナンバーワンガードって書いてくれた字を見て、いける、俺はまだいけるみたいな感じになるっていうね。スラムダンク好きな人はみんな知ってる名シーンがあるんですけど、あれですよ、あれなんです。しんどい時に立ち返る。でもそのナンバーワンガードっていう文字に何の意味もないし、そんなのがあったからっつってうまくならないよって、なんていうか冷静に考えたらそうなんだけど、苦しい時にその文字を見るだけで奮い立つ、でも本当にあるんですよね。で、トロフィーの解釈すごく腑に落ちますって今清水さん言ってくださいましたけど、そういうものをみんな必要としてて、いろんな形で、まあ手のひらのマジックで書くだけでも効果あるわけだから、それは例えばこういうね、まあ一、独立したその何のまあ利害関係ないって言ったらあれですけど客観的に一応こう一友人として付き合ってくれている人が、あそこまで15分間みっちりこうだと思うんだよ、こうだと思うんだよ、こういうふうにいいと思うんだよ、でこういう力をこういうふうに身につけたと思うんだよっつって言って。てくれるっていうのは、もう客観的に言ってくれてるからさ、で最後に大好きですって言ってくれるわけじゃん。もう最高だよねこれねまあこの別に普段の通常運転の時でも単純に普通に嬉しいんだけど、これはしんどくなったらですね、100回ぐらい聞くことになると思うんですよねだからいずれ使う、いずれあれのおかげで俺は生き延びれましたみたいな日が来ますよ多分まあでもこれってお互い本当にどんどん増やしてった方がいいよねっていう、このコストかかんないじゃないですか、音声を残しとく、相手のここが素晴らしいと思うっていうのを音声で残しとくって、何のコストもかかんないでも無理やり言うでもなく、思ったままそのまま喋る、健康なしで喋ってることだから、本当になんていうか、その本人にとっては真実だということも確証が得られるっていうか、そうすると
そうですね。なんかそのメンバーでお互い一人一つずつ何かしらそういうのを用意してもいいかもしれないですね。サロンメンバー特典として。いや、この人は本当にこういう人で、っていうのをね、その人だけをターゲットにして、その人だけについて語るっていう音声を残して、なんか辛くなったら使ってくださいみたいな、寄せ書きみたいな感じかな。寄せ書きみたいなやついいかもしれないね。寄せ書きとして音声を使うという、やっぱ嘘がない感じっていうのがやっぱ大事なんですよね。で、文字って嘘があるとは言わないですけど、まあ、情報がまず削ぎ落とされるから綺麗に書こうとしたりとか、まあうまく伝わるように組み立てるにはまあまあの文章力が必要だったりするから、まあ単純にね、寄せ書きもらったら嬉しいと思いますけど、まあ色紙代すらかからないという。欲しいけど欲しがったら不意に来ると嬉しい。あ、欲しがった時じゃなくてね、でもあると嬉しいもんだと思いますね。なんかいいかもしれないね、欲しがってもらうもんでもないかもしれないけど、そう不意に来ると嬉しいっていうのは今回まさに僕が今ね、本当に思ってることなんですよね。で、こうそんなに褒められたら恥ずかしいわみたいな、僕が例えばなんか昔森弘さんとかが本当にすごいみたいなことを喋った時に、森弘さんがそんなに褒められるとちょっと恥ずかしいですねみたいな感じのコメントが来たことあるんだけど、いやそりゃそうかみたいな、本当想像力なくてすみませんって感じだったんだけどさ、でもやっぱりまあそれぐらいの時にこうポンと出てくるものが使える形なんだと思うんですよね。ピュアなやつね。欲しいから送ってよっていうやつでもないし、あの人に何かあげたいと思ったからこうしようとかっていうのでもないと思う。なんかパンと思いついてきて、今日はもうこれしかないなっていう日に喋ったものがやっぱり本物だと思うから、もう本当になんかそのタイミングも含めて、なかなかね、その付き合いが僕とユージンさんももうなかなか長い期間になってきましたけど、長いからつって必ずあるとも限らないことで、やっぱ昨日のあの感じで本当に思っていたものをそのまま出してくださったんでしょうから、本当に貴重な音声を本当に永久保存版ですよね。ありがとうございます。ということで今日はね、皆さんどなたと笑いますでしょうか。すごくいい天気です。今日も良き一日をお過ごしくださいませ。ユージンさん本当にありがとうございます。じゃあねー。